猫ちゃん大好きみやぞんです。というわけでございまして、今回のテーマは猫の心をくすぐる方法編でございます。はい、猫にとってですねたまらないことはですね何なのかをレクチャーしてもらいたいなと思っております。それを知っておくとより良い猫との関係が築き上げられるんじゃないかなと思っております。はい、というわけで教えていただくのは講師の東海林先生です。よろしくお願いいたします。お願いします。にゃにゃ、まずは撫で方でございますけれども、はい、どうでしょうか先生、どうやってやるんでしょうか。はい、撫で方はですね、やはりワンちゃんみたいに強くしてしまうと嫌がるので、うん、優しく猫が寄ってきた時に、そらそら、頭から背中、うんうんうん、で大丈夫そうだったらお腹で、尻尾の付け根のお尻のあたりが結構好きなので、うん、ポンポンしてあげると喜びます。なるほど、ポンポンで優しくに。はい、上手です、上手です。こんな感じで尻尾の先がちょっと揺れてますね。あ、揺れてる揺れてる、はい、喜んでます。こんな先っぽクッククックやるんですねはい、結構分かりやすいのがやはり尻尾なので、うん、尻尾見ながらやっていくと分かりやすいと思います。慣れてきたらこう耳周りだったり顎の下とかも喜びます。あ、そこはワンちゃんと一緒ですね。はい、なるほどね。これ一番分かりやすく喜んでるぞっていう行動は何なんですか、猫ちゃんが。そうですね、尻尾がこう上がったりとか、うん、ちょっと優しくこうゆらゆらってしたりとかいうのが結構喜んでるなっていう感じです。嫌な時はどうなんですか、尻尾が。尻尾がもう大きく早く触れます。あとは、ここは膨らんできます。歯抜きの尻尾みたいにブワッて、あ、本当だ、尻尾が見てください、ゆったり。これはいい証拠ですね。はい、いい感じです。それこれしゃもじですね。はい、これでこういいですね。あ、これ尻尾すごいいい感じに触れてないですか。はい、いい感じです、ゆったりと。はい、それでこれも首もこう、はい、これでいいんですか。はい、いいですね。これで気持ちがってるのかな。これはどうでしょう先生、気持ちがってますね。はい、気持ちいいって感じですね。尻尾がほら怒ってないし。はい、チラリズムでございます。はい、先生これはどういうことでしょうか。はい、猫ちゃんは獲物を取るというか習性があるので、うん、ちょっと隠れるぐらいがめちゃめちゃ心くすぐるんですね。こんな感じ。本当だ。はい、なくなっちゃって、はい、なくなっちゃって、ほらもうこの中にいるよこの中にあると思ってるよ。だけどチラリズム、あっ、うん、もうこの見えないぐらいの、そうですね、スッと。ほんとだ、上手です、上手です。こっちまで行ってしばらく隠しちゃった方が効きます。隠しました。探してます。ここから出してみましょうか。はい、あ、行きました。こんぐらいのチラリズムがいいんですね。はい、いいですね。上手です。チラ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 。先生、こういうのもありますけど。はい。はい、このタイプは、はい、こう伸びるタイプなので、天井からぶら下げてあげると、はい、お猫ちゃん飛びついたりします。喜ぶんですね。まあ、例えば天井から、まあ、今吊るしてるという形で見てますね。こんな感じで、はい、見ないようにしてますね先生、福ちゃんはもう200歳ぐらい、200歳ぐらいのなんかテンションですけども、続いての猫ちゃんの心をくすぐる行動は狭い隠れ家でございます。はい、先生これどういうことでしょうか。はい、猫ちゃんはですね、はい、狭いところ大好きで、うん、自分がこう入れるかな入れないかなっていうのが結構好きなんですね。なるほど、はい、こういう袋、はい、入りたくなっちゃいます。ほんとだ、かわいい、こっから出てきたで、この中に入ると、本当狭いとこ好きですね。好きですね。隠れられるのは本当に好きですね。じゃあこっからこう行きますか、カメラさん。でこの辺でチラリズムで。
きました。あ、今いいですね。あら、出てきた。好きですね、細いところがその狭いところが隠れや、はい、隠れがですね、確かに。入るかな、ちょっといくら入ったかな。うわ、いいじゃん、いいじゃん。あ、入ったこれいいじゃん、上手。というわけでございまして、猫ちゃんのですね、習性と心を知ってですね、どんどん仲良くなってくださいねと思います。また猫ちゃんの喜ぶポイントは個体差がありますので、まあ、紹介したポイントも全ての猫ちゃんに当てはまるものではございませんのでね、そこはご了承ください。では皆さん、チャンネル登録お願いしにゃす。